12月1日、天童市山本に唐揚げ店、鳥匠、天童店さんが、続いて12月3日に同敷地内に焼き魚弁当店、サバ八さんがオープンしました。鳥匠さんは県内で山形市花立てに山形1号店、鶴岡市に鶴岡店があります。サバ八さんは東北初の焼き魚専門店ということです。この動画では、鳥匠天童店さん、サバ八さんについて、基本情報や知っておくと便利な情報を紹介します。ぜひ、参考にしてみてください。お店の外観です。店内の様子がこちら。入り口入って右が鳥匠さん。左がサバ八さんです。注文と会計はそれぞれの場所になりますので、ご注意ください。鳥匠天童店のメニューはこちら。サバ八のメニューはこちら。まずは鳥匠さんでは骨なしミックスエルを注文。クーポンを利用しプラス2個のおまけ付きです。早速いただきます。こだわりの秘伝ダレを使用しているとのことで、口に入れるとほのかにニンニク、生姜、スパイスの風味がたまりません。パサつきもなく美味しくいただきました。今回はトースターでチンしていただきましたが、冷めても美味しいのも魅力の一つだそうです。続いては、サバ八さんで注文した、ベニヤ味噌鮭西京焼きです。香ばしい味噌の香りがたまりません。中までしっかり味がついていてご飯が止まらない危険なやつです。次回は他の魚もいただきたいと思います。山形は同居しているご家庭も多いので、おじいちゃんおばあちゃんは焼き魚、子供は唐揚げという感じで家族の好みに合わせられてありがたいですね。駐車場は敷地内にあります。住所はこちらです。郵便番号 994-0021 山形県天童市山本2592。営業時間は鳥匠さんが11時から20時、サバ八さんが11時から14時、16時から20時。定休日は年中無休です。鳥匠さんのみ、公式ホームページ、インスタグラム、ツイッターがあります。